こちらの RCF にエアロを、つけようと企んでおります。で、届いたので当てがってみたいなと。これを、デイズさんに取り付けてもらいます。また面倒くさいの申し込みました。皆さんこんにちは、谷口のぶです。今回はですね、今日はあのレブスピードの、タイムアタックのレブアタックに来ております。筑波さんは来たんですけども、まあ、今回僕はね、HKS のアローラや86、そして富士山エンジニアリングさんのですね FD とかをですね、乗るんですが、その合間にですね、ちょっと僕のマイカーも走らせてみようかなというところで持ってきております。こちら RCF です。以前より姿がだいぶ変わりました。これはね、あの DRA 京都さんのパンデムエアロというのをですね、装着しまして、迫力がだいぶ出ました。ということでですね、今日はドリフトではなく筑波のグリップ走行でタイムアタックをしたいと思います。さあ、ちょっとダメちゃん、はい、これ以前何秒だったっけ。これ4秒258、1分4秒258。ある時はまだ真夏だったから。そうです ね、暑かったっすね。真夏で、052だったっけ。だよ、このままっすネオバだっけ。はい、ネオバの、ネオバで1分4秒2。今日はアドバの A050 を履いてですね、何秒出るかやってみたいと思います。目標はね、0秒だ。切らないですね、まだ。まだ切らない。1分はね、切れないでしょ。で、以前、はい、暑い中だった時が1800 1847 1847が今は1753。おお、じゃあ100キロぐらい軽くなって、90キロ軽くなってるじゃん。そうですね、90キロ、はい、ドアを G&E さんの、FRP ドアで、こうね、はい、FRP になりまして、で、はい、これがアクリルにガラスが、ガラスがね、はい、ここだけとミラーも純正から、このミラーに、はい、軽いミラーに、はい、ここら辺は変わってないのね。変わってないです。そして、エアロがついたことによって、まあこの分軽量化にはなってない、むしろ重量増になってる。あとウィングもウィングがついてついちゃってるんで、まあ、だけどね、見てちょっと、まず、まあ、このバンパーノーマルだけど、こうリップついて、ここ膨らんで、ね、そしてフェンダー膨らんで、そして、まあ、このサイドステップ黒くて、まあ、あんまり見えにくいかもしれないけど、でリアフェンダーでしょ。そしてウイングがついて、そしてこのリアアンダーがついて、ド迫力になりました。ということで、まああの夏から今回冬にかけてだいぶ、変わった RCF、 果たして今日何秒出るのかやってみたいと思います。さあ、タイムアタック用にですね、タイヤを A050 に交換中です。さあ、HKS の人総出で僕の車のタイヤが交換されました。あのね、この050が19インチがないもんで、18インチなんですよね、これインチダウン。あー、ちょっとちゃんとあったんですよね。18インチにインチダウンしたからタイヤ径が小さくて、
とにかく地上高が、地上高がやばくて、スロープが取れないという。スロープ取ってください。18インチでキリパーが、さて RCF でタイムアタック行ってみたいと思います。今日は S タイヤなんでね、とりあえず今までのこの車の記録1分4秒2を超えたい。もう気温がだいぶ上がっちゃったな。前の車に追いついちゃう。やべえ追いついちゃう。でもストレート抜けそうかも。そう、1秒台入んないか。やはりね、車重が1750あると重たいよね。めちゃくちゃ乗りやすくていい車だ。とりあえず現状では別にパワーアップも何もしてないんで、RCF に興味が出た人っていうのはこれぐらいの仕様には簡単にできます。1分切りは遠い諦めましょう そうか、これで1秒前半とかだったらもうちょっと寒くなったら1分切りも見えるかなと思ったけど、2秒3か。はい、ドリフト仕様に戻しましょうもうね、これ以上軽量化もやめるThank you.
も起きない平和な車。地域上1秒台入らず、2秒1か、悔しいぜ。泣きの1回来ました。ノーマルで6秒2ぐらいだったかな、6秒なんとかで、夏にいじって4秒2で、もう今度は2秒2で、なんか2秒ずつアップだよね。悔しいぜ。どうしよう、さっきはもうやめるって言ったけど、悔しいな。まずはかっこよくなったから、ちょっと今ホイールが18インチだけど、車がかっこよくなったんで、この車すごい気に入ってます。以上